とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。そのコメントの中で、たまにあるんですけども、タワーの報酬で、季節の装備は出るんでしょうかっていう質問ですね。その答えなんですけども、タワーで季節装備、出ます。ただ、なかなか出ないっていうところですね。5周して1個出るかどうか、それぐらいの確率で、出ることがあります。なので、厳選するのはね、ちょっと難しいんですけども、まあ、ずっとやり続ければ、そのうち、いいのが出ると思います。はい。ということで、今日はですね、タワーで出た、季節装備、それをすべて装備していきたいと思います。まあ、この季節の装備って、十数種類あると思うんですけども、その中でもこれは結構強い方だと思います。続々スピア、そして不気味なゴーディアン、シュガーラッシュですね。これを装備していきます。あ、これもなかなか良かったんだよね。不吉な剣。うん。これ一番最初の季節の装備になったやつですけども。うん、見た目がなかなかかっこいいので持っております。まあ、とりあえずこれと、羽、パワーシェイカー、キノコ、これでいきたいと思います。いきましょう。それでは行きますね。ちょっとデイリー3なのでなかなか厳しいかと思うんですけども、まあ行ってみましょう。 OK。 おお、なんだなんだ、なんかいた。ああ、お前がいたのね。なんか変なとこからダメージあるなと思ったら、はいはいはい。でスピア系はね、あの槍使ってる人あんまりいないかもしれないですけども、槍はね結構おすすめですよ。うん、あのリーチ長いのですごい戦いやすいよ。うん、リーチ長いし火力もそれなりにあるんで本当戦いやすい。で特にこのパワーシェイカーなんかとも相性いいんですよ。めちゃくちゃ相性いい。でこの壁を挟んで戦ったりできるので、これもあの強みだよね。うん、この壁挟んで戦うっていうのがなかなか面白い戦い方。で脅威オッケー。で槍はまあキノコはまあいらないにはいらないんだけども、パワーシェイカー使うのであれば、うーん、キノコはちょっと入れたいかな。オッケー。いるかなこっち。てかショート棒系じゃないんで矢の消費が激しいな。なかなか激しいから、これ早めになんとかしたい。まあ、なんとかしようにもちょっとできないんだけども。いや、これいないな。いないな。宝箱も、いや、ある?ある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 。黒がある。まあ、あれがあったとしても、矢が出るかはわかんない。あ、出る、あ、出た!よかったー。とりあえず、63、また振り出しに戻った感じですね。ちょっと節約しながら、進んでいきましょうか。まあ、キャプテンはいい感じにいましたね。さあ、それでは洞窟入りましたけども、何体ぐらいいるかな。ちょっとトゲがついてるよ。ちょっと待って、うわー、きつまで。なんかきつい。ここ、なんだ、なんだ。まあ、トゲやらなんやらついてるんで、あ、高速攻撃とかね。はい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 。こりゃ痛えわ。オッケー。肩、ちょっと待って。まあ、脅威2だからか。いやいや、それにしても硬すぎるぞ。オッケー。よし。これ、あれだね。ドラ欲しいな。いやでもドラ無理なんだよな。ちょっと待って、ここで戦わせて、まずある程度、うわ減らしたいけど無理だったか。よしよしよし。ちょっと待って、むちゃくちゃ減らん。ちょっと待って、でもこういう時には蜂をタンクにして後ろからちま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 打ち込んであげれば全然勝てるんでいいですけど。いや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 、ちょっと痛えな。何?
もう脅威3でしょ。で、モブ速度が 70% 増加か。オッケーオッケー。うん、そんぐらいならいい。いやー、ちょっときついきつい。これめちゃくちゃきついな。ちょっと待って。ちょっとが挟まれた。挟まれちゃった。まずい。これはまずいぞ。ちょっと待って。あぶねえ。あぶねえ。よし。ちょっと、くんなくんなくんなよ。まず、取らせて。オッケー。いや、これ全部いるわ。モブ HP130% 増加、きつい。いや、これはちょっと、無理じゃないか。これく、まあまあ、最後の変更点次第。これはちょっと厳しいな。ああ。これはちょっと、なかなかのエグさだぞ。ちょっと待って。よし、OK。とりあえず、おいおいおい。蜂たちが、バッタバッタとやられていく。OK。よし、OK。あ、なるほど。炎の矢筒だから、それで、あぶね、結構。それなりに削れる、じゃ削れるんだな。いや、これひでえわ。おっしゃ、ちょっと待って。よし、取らせて。いくぞ。何がついた。あ、速度 70% と 130% 増加 HP がね。で、あと、遠隔が略奪者に変わるですね。まあ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 、いけなくはないかな。いや、これゴーレムが全然倒せん。これ敵の HP 半端じゃないわ。全然倒せない。ちょっと待って、豚がいたでしょ。 OK。 ちょっと、おー、こいつらすら倒せないじゃん。よし、 OK。 いや、無理だ。あー、矢が出ない。矢が76本。これ絶対きついんだよな、これだと。いやー、こいつはきついぜ。うわ、ちょっと待って、全然減らせない。ちょっとこれひどい。でなんか変更ついてるやつがいるっしょ。これもう抜けようか。うん、ちょっと変更付きのやつは、あのネクロについてたのね。無理無理無理、あれ無理。 OKOKOK。 もうちょっと待って、レイス、ちょっと待って、防護レイス硬すぎる。何あれ。いや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 、まあ、ここはね、これがあるからいけるよ。ああ、ここは任せる。 OK、 矢が出た。ネクロマンサーが鬼の硬さ。何これ。 OK、 ネクロ硬すぎでしょあれ。よし、 OK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 。 で、矢がとりあえず一つ補充できたね。いや、これクリアいけるか。中間地点過ぎました。ちょっと急ぎ目でいくね。これね、囲まれたら終わる。うん、これ囲まれたらすぐやられちゃうので、ちょっと待って、これひでえ。いや、ここひどい。ここはひどい。ちょっと待てよ、敵が多いのよ。異常なほどに敵が多い。よっしゃ、なんでだろうね。まあ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 、デイリーさんだからか。オッケー。あ、抜けろ。オッケーオッケーオッケー。あ、やっぱシュガーラッシュの激怒がすげえ合う。うん、あれがあるから。ちょっと待って、
敵が結構投手打ちしてくれて、だいぶマシだな。オッケーオッケーオッケー。おーおーおー、やっぱ高難易度は激怒が合う。よし、オッケー。ひどい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 。ひでえもん。オッケー。でもいや強いわ、この装備はやっぱり相変わらず強い。ちょっと待て待てよ。ちょっとひどい。こいつはひどい。すごい俺はでも敵倒せないもんね、硬すぎて。やば、よし、オッケー。ちょっと雲に囲まれるとやべえな。よし、あそこどうなってんの、ここここどうなってんのよ。よし、ちょっと召喚しまくるから減らん。よし、オッケー。元を立たん、これ無理だな。よし、元のネクロを倒さないと。オッケー、減らん。おっしゃ、いけたいけた、いけるもんだね、全然余裕。うん、もうちょっと厳しい戦いになるかと思いきや、いやそうでもなかった。ではボス行きましょうか。いけるっしょ。ちょっと待って、こいつらもエンチャ持ち。え、何、あ、名もなき者の攻撃かなんか。危ねえ危ねえ。どこ、本物どこ、そこか。固まらないで。オッケー、よし。いや、やっぱレイピアほど使いやすくはねえな。危ない危ない危ない、死ぬ死ぬ、死んでしまう。てか硬えよ、とんでもなく硬い。よし、パワーシェイカーが欲しい。あ、パワーシェイカーじゃない、ドラが欲しい。ドラがないとマジで火力が足らん。危ね、どこ。よし、オッケー。よし、待て、うわー、これ一撃で死ぬこの攻撃一撃でやられるわ。なんとかできないのそれ。危ね危ね、確実にポーションバリア耐えていかんとやられるわ。よし、ちょっと待って、こっち側に来ないよね。オッケーオッケーオッケー。もうなんでこいつらがエンチャされてんのよ。オッケー、逃げろ逃げろ。なに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 、何それ、気持ち悪い気持ち悪い。ちょっとこれここめちゃくちゃきついぞ、半端じゃない。よし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 、バカ、危ない危ない危ない、死んだかと思った。よし、オッケー。何、メタファーがダウンロード完了しました。 OK、 体験版ね。よし、 OKOK、 やられるからな。待てよ、もう倒せる、もう倒せる。よし、いけた。でも脅威はまだ去ってない。おー、ゴールまでが遠いのよ。やばいやばいやばい、ここやばい。ちょっとスケルトンホースマン出てきたぞ。ちょっと壁使い、壁を、壁使わんとこれ無理やぞ。よし、ちょっと待て待ってよ。オッケー。いや、これもうポーションバリア使っていった方がいいわ。安全に行こう。
こいつの攻撃なんか一発でやられそうな気がするもん。 OK、 もう少し、もう少しだけど、このもう少しがなかなか遠い。よし、いやでもこのいいね、激怒と槍のリーチがだいぶ効いてる。よし、待って、最後の最後固まんな、終わりだね。よし、はい、ということで、今日は季節の装備ですね。続々スピアと不気味なゴーディアン、シュガーラッシュ、これを装備して、デイリーさんに挑戦しました。旗6個取って全然いけましたね。やっぱり槍が結構いい感じだったと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。